まあ、入るじゃんポツダムに。けど最初はさ、こう2軍からのスタートだったじゃん、うん、で全然当たり前だなって思ってた、思ってた。言葉もわからない、まあ生活していくにあたってもなるべく私とこうね接しないような、うん、生活様式をとってほしかったからね、そうしたけど、なんかその生活をしている中で、まあ半年しか私はいなかったけどさ、そこに、うん、その半年間っていうのはどうだった？いや辛かったよ悲しかったいやなんかユディってちっちゃい頃から私がユディの真似するとすごいキレてきてたから、そういう感じかなって思ってたの最初は。でもなんか生活していくときになんだかんだこのすげえやべえ時はすごい助けてくれたから、やっぱなんかどっかで手差し伸べてくれるあたり気にしてんだなって思って、私のことをね、嫌われてるわけじゃないんだなと思って私あんまり人に厳しくできないんだけど、あっちゃんにはできたんだよね。まだうちがいなくなってからさ、もうすぐあれ一部に上がったんだっけ、一部に上がったんだっけ。最初の方が 2のままだったのよ。そうだからほらベンチワーク得意だから容量が分かってきて、うん、2軍で点取れるようになったのよ。向こうだから結果を評価するから、5試合で7点ぐらい取ったの最初の。したらもう途中から一軍来いみたいになって、ベンチワークすごいね。監督の言ってること分かんなかったけど、すごいずっと表情を見て、味方の人もこう結構なんかジェスチャーで教えてくれたり、これはいいよとかさなんとなくコミュニケーション取って、で2軍の監督に唯一怒られたのが、なんかすごいセンタリング来て、いいセンタリング来て、うん、まあ、ドフリーだったんだけど、ボレーシュートして外したのよ。で、結構大事な試合だったの。で、外したし、パッて見たら、もうすーごいなんかもう、みたいな、なんかやってて、やばいことしちゃったと思って。で、その後ちゃんと1点取ったんだけど。あ、点は取れるときに取っておかなきゃいけないんだ。そうそうそう。そうそうそう。その監督も技術はすごい褒めてくれてて、うん、だから多分ミスしないだろうって思ってたんだろうね。うん、ベンチワークが生きたね。まあ一軍に上がってからもさ、ほらチャンピオンズリーグとかでもプレーするようになってさ、で、結構いいゴールとか決めてたじゃん。ドイツ人、そのポツダムでやってたときと、その日本でやってたとき、楽しさの違いとかってなんか感じた？今までの自分のイメージ、感覚でやってたそのイメージで、うん、あ、ここにパス出してこうとか、そのいろんなイメージがあったんだけど、そう、ずっと私パス出すのが好きなんだけどね。それで、なんかあってひらめいて、あ、今このパス出したいってなって、出した時に、なんかやっぱ国内だとなんか合わなかったのよ。多分まあ私のタイミングとかパスの速さとか、味方の走る速さだったりとかタイミングとかが、こう合わないことがあったんだけど、まあドイツ人とか、まあ外人で速い選手、がまあほとんどだから、なんか私の多分このイメージのレベルが多分その外人の人にとってはちょっと低かったんだろうね。もう全部すげえ通ったのよ。考えなくても、あ、ここ出せばこれもう裏抜けれるって、そんな走り出してなくても出したりしてたの。おめえ走れやぐらいの勢いで先に出してたりしてたんだけど、すごいそう通るの。そう、ちょうどよく通るの。けー楽しい、気持ちいいみたいな。こんなイメージ通りのパス出せたこと今までないみたいな。一番その楽しさの違いを感じたところか。その競技レベルが上がったり、単純にそのさ、フィジカル的に足が速かったりだとかさ、っていうのがあると、やっぱやれることを実現できることがやっぱり増えていくよね。そうだね。うん。逆取るのが楽しくてしょうがないっていうか。そう、それがなんか外人の弱点なのかなとかも思うんだけど、速すぎるから逆を取りやすい。そう、止まれるけど止まる前に動いちゃえば逆取れるっていうのを分かった瞬間、もう逆取り放題じゃんと思ってなんかね、そういうなんか速すぎるがゆえとかね、発見したりとかさ、単純に自分も足が速くなってきて、やっぱ周りに合わせてトレーニングしてるから、うんうん、で、もう今までそのチームメイトに本当足が遅いで通ってたんだけど、その、あ、一個試合でなんかすごい裏にパス出されて、私も、え、これ私へのパスみたいな、本当悩むぐらいのパス出されて、とりあえず走ったわけよね、うん、そしたら、相手より先に触れて、そこで、あ、私少し足速くなったんだっていうので、なんか嬉しかった。なるほどね。無理だと思ったドイツ人より先に触れたみたいな。
2009年に思った無理だと思ったドイツ人を相手にして無理だと思っていたのに5年後には味方にしても敵にしてもプレーできるようになっていたと。味方にしても敵にしてもやることが変わるから、ドイツ時代は充実してた。すごい一番充実してた感じ、サッカー人生で一番って言ってもいいね。うん、まあ、だからそのメニナとかベレーザの時に思い出せる思い出の時は充実してたんだろうなって思うけど、ドイツの生活は行きたての辛い時も含めて、なんか言葉通じなくて何食ってんだみたいになってた時からなんかそういう生活も含めて楽しかったかな。それでさ、その結果をさ残してさ代表にまた選ばれるようになったわけじゃん。でその時の目標って少しはその代表っていうのはまだ残ってた、その2011年に抱いたさ。逆算して考えたのよ、11年に、うん、を見て、じゃあ代表入るためには何しなきゃいけないのかな、自分を変えないとまず入れないなって、じゃあまずはじゃあチームで絶対的なフォワードになんなきゃなってなって頑張ってやって自信ついて、じゃあもう一個レベル上げないとなってなって、よしドイツ行こうってなってドイツ行ってる時もやっぱりこう自分を成長させて、いつか代表に呼ばれるようにじゃあ結果出していこうってなって、そう点を取らないとっていうのをずっと頭に置いてやってた。3月のアルガルベでまた招集されて、その時どう感じた？嬉しかったし、なんかこう自分のやってきたことは間違ってなかったんだなっていう反抗をもらった感じがして、と同時にでもその時のメンバーもそうそうたるメンバーですから、うんうん、じゃあこっからどうその輪に入っていけるかっていうのはちょっとなんか不安もあったかな。入ってやっぱりその最後に代表の行った時と比べてやっぱ自分もこう、うん、自信を持ってできるようになったというか、うん、日頃 の, その対戦相手チームメイトも代表の選手とかいたから、なんかそこが普通、そのベーシックが上がってたから、うん、もう衝撃は受けなかった。うん、そうそう、練習入ってた時とかはなんなかったけど、なんかすんなりその前の初めて行った時とかよりはメンタルの面も技術の面も上の人たちと一応同じベースラインには立ててるかなっていう感覚はあった、うん、でさ、うちがすごく印象に残ってるのはさ、そのアルガルベの時にさ途中から出てきた試合、何戦だったっけな、あれデンマーク戦かなんかかな。ああ、そう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 。その時にものすごくいい仕事をしたなって私はピッチにって感じたのね、感じてたのね。サイドハーフで出たじゃん、あの時。でさ、すごくその印象に残ってるのが守備うめえなと思って、ものすごいこう、チームの戦術にきっちりはめてきてる感じ、その多分ベンチワークから学んだんだと思うんだけど。で、ちゃんと縦も切るし、寄せるタイミングとかもすごくいいし、多分ポジション取りもすごくいいからさ、こう、インターセプトをしたりとかさ、結構多かった。イメージが残ってる、すごくそういう。私もその試合はイメージっていうか、すごい記憶に残ってる。で、その守備とそこからのなんかこの攻撃も、久しぶりにこう一緒にプレーしてさ、うん、昔の時の感覚がすごく戻ってきたというか、あ、うんの呼吸それをなんかこう感じれた試合だったの、私はね。監督の評価を得る上でもすごくいいパフォーマンスをしたなって私は思ってた。ノリオのちゃんとそのポイントを、ノリオ言っちゃってるよノリオのポイントをちゃんと抑えてたなって、まあ、守備のことをすごい言うノリオだったから、うん、でもそのポツダムの時も私守備しかしてないのよ、ほぼそれで試合に出てたもんなのよ、うん、守備がいいから出てますみたいな、うんうん、そのまあ、その1対1になった時にやっぱ相手が速いからどうしたら抜かれないかとか、やっぱ自分の足もその相手ほど速くないからどこで詰めなきゃとか、やっぱそれがこう試合と日常でこう染みついてってて、である程度こう把握できるようになったの、自分がどこまで行ったら取れるかと、どこまで行ったら抜かれないかと、なんかその間合いをその日本にいる時よりは詰めれるようになってたから、多分その自信も一緒にあったから、その試合
出るときにこういう守備をしなきゃいけないってずっとこの合宿でやってたのを、あ、これならできる気がすると思って捨て身じゃないけど久しぶりの招集で、まあ、途中出場だし、その、まあ、信頼も得てないからもうやれることやろうじゃないけど、自分がやってたことをやるだけだしたら、もうなんか自分がボール触りたかったら取るしかないじゃん。そう、寄せてたらなんか相手がすごい戸惑ってたのよ。それでなんかどんどんボールが取れるようになって、一人だけ守備の次元が違ったもんだって。でももうその時はもうその1対1しか考えてないっていうか、そうだよね、そのなんかもう後ろがゴーっつったらゴーみたいな感じ、そういうなんか久しぶりに日本語話して日本の人たちとやるのが単純に楽しかったっていうのもあったし、でユディにパス出す時もユディが外人だと思って出してたから、あ、でもスタメンで一緒に、スタートから一緒に出た試合が1個あったよね。その前、2013年のアルガルベ。ね、2013年のアルガルベも一緒に行ってるよね。2回行ってるはず。そうだよね。試合。いや、全然出てない。出てないんだよね。そうそう。それはすごく覚えてる。何？屍になったよね。なんでお腹痛いんだろうみたいな。カナダ遠征。あの時の代表初ゴール。あのゴールはもうミラクルゴールだったと思うんだけど、これちゃんとここに載せるから、ミラクルゴールの映像。あの試合はどういう意気込みで挑んでた？多分だけど、サブ組だったじゃん、あの、スタメンが全員。うんうん、サブ組として、そう、試合に勝つことはもちろん、そう、負けないっていうことはもちろんだけど、なんか見せなきゃなって思ってて、それで、結構試合立ち上がりからなんか急にシュート打ったりしてたのよ。で、やっぱこう自分もリズムに乗らないとこういいプレーできないなと思ってたから、どっかでまあ守備だけしてればいいっていうのはどっかあったからさえしてれば誰も来ないぞみたいなのがあったからっていう、ちょっと悔しくも思ってたから、あんまりこうやってやろうって思うタイプじゃないんだけど、 どっかでなんかやりたいなとは思ってた。で、あのシュートが決まった瞬間というか、決まると思ってた？蹴った瞬間は思った。いや、なんかあのコーナーのこぼれだったんだけど、そうだね、うん、一瞬なんで私こぼれなんだろうってずっと思ってたの。試合前から。なんで私こぼれなんだろうなって思ってたのね。うん、でも、福ちゃんから何が何でもシュートで終わってってすごい念じられたの。もう絶対に、そう、絶対にいいよ、枠外でもみたいな、なんかもうとりあえず何が何でも、こう、なんかして終わってみたいな、蹴り出すでもいいし、うん、カウンター危ないから、うん、はい、わかりました。それだけはやらなきゃみたいな、もう、うんうんうん、で、こう、いざこぼれてきたときに、うん、やばい、敵来てるってなって、うん、これ、福ちゃんに言われたことだと思って、これでなんかそう、こねたりさ、ほら、トラップしてなんかとかしたら、これ取られて、ってなったの、もう、やばいってなったの。もうだったらもういい、あ、福ちゃんは何でもいいって言ってたと思って。何でもいいから、どうにかね、だから前にかけろって言ってたから、もう、じゃこれは行くしかねえと思って。まあ、まあ、とはいえね、ゴールはちゃんと狙いますよ。でも、まあ、半分捨て身ね、半分捨て身で、もう、ほんと、言葉にしたら A ですよ、A。A ですね。で、まあ、大体ゴールの端、大体狙って A ってやって蹴った瞬間は、もう、あ、感触もいいし、弾道もいいし、うん、これ入ったなって思ったのよ。来たなって思ったのよ。そして、入ってからの。そ、もう私ほんとずっと喜び方気持ち悪いってずっと言われてんだけど、あの、治らないのね、喜び方は。だキモいって言われても、だからもう素だからさ、やっぱ、ね、うん、嬉しさ爆発しちゃうんで。そこからのベンチに走ってきてからの私のハグでみんな大爆笑みたいなね。まあね、爆笑なんかわかんないよね。だって家族とね、分かち合いたいよね。家族とね、まあ、ね、アヤがめっちゃ爆笑してたっていうね。そんな人だってなかなかいないっしょ。だって点取ってファミリーがベンチにいるって、そうなかなかいないじゃん、やっぱ。ノリオもね、なんか苦笑いしてたよね。そう、だからあのゴールは福ちゃんが生んだゴール。なるほどね。福ちゃんからそんなアドバイスっていうかね、押さえてたんだね。そう、後半途中から出てきて、で、ユディもなんか波に乗ってて、うん、で、点決めたじゃんさ。うん、で、なんだけど、なんか、私、
なんかそう別のシーンで外したやつで、うん、なんかすごいもうなんか後半途中でもう疲れてるのにすげえ頑張って走って上がってたの。そしたら超フリーだったので、私 UT だったら出してくれるかなってちょっと淡い期待をしてたのに、マジでガン無視してなんかすげえ入ることのないシュート打って、なんかそれの方がすげえ覚えてる。こっからちょっとワールドカップの話になるとすごく長くなりそうだから、ちょっと今日は一旦これで終了させていただきます。で、怪我のこととか引退のこととかあるし、そこはまた後編として3部作になりそうだな、あっちゃんのインタビュー。